財務省が退職金課税の見直しをすることをご存知ですか？今回の動画では、財務省が進める退職金課税の見直しについて掘り下げます。この議題が国民の間でどれほどの怒りを引き起こしているのか、その背景を詳しく解説します。特に、就職氷河期世代を中心に、長年苦労して働いた末に得られる退職金にまで、課税が及ぶことがどれほどの影響を与えるのか、多くの方が疑問を抱いていることでしょう。財務省は公平な税制を謳いながら一部の層にのみ負担を強いる現状をどう説明するのでしょうか。この議題には国民生活を支える重要な収入源が損なわれるリスクが潜んでいます。また課税見直しに隠された官僚機構の特権維持という側面にも触れ、議論の本質に迫ります。今回のテーマは単なる税制改正ではなく、国民と国家の信頼関係を揺るがしかねない重大な問題です。この動画では、退職金課税の見直しが私たち一人一人の生活にどのように影響するのか、そして財務省が掲げる公平性の裏側にある真実について考察していきます。それでは財務省による退職金課税見直しと国民の怒りについてから始めましょう。財務省が退職金課税の見直しを進める中、国民の反発が日に日に強まっています。長年働き、老後の生活を支える柱として期待されてきた退職金に新たな課税の網をかけるという提案は、多くの人にとって納得しがたいものです。特に就職氷河期世代を中心とした、これまで様々な負担を強いられてきた層にとって、この見直しは大きな怒りを呼び起こしています。過去の政策によって就職やキャリア形成で苦境に立たされた世代が、老後資金でもさらなる不利益を被るという構図が浮き彫りになっています。退職金課税見直しにおいて財務省が掲げる理由の一つに、働き方の変化が挙げられています。転職が増加し、同じ職場に長く勤めるケースが減少しているため、これに合わせた税制改革が必要だと説明されています。しかし、多くの国民が疑問視するのは、財務省が本当に公平や中立を目指しているのかという点です。過去30年以上変わっていない現行制度を見直す必要があるという主張がある一方で、退職金課税見直しが単に増税の口実にされているのではないかという懸念もあります。それでは、この問題に対する国民の反応についてです。退職金は、長期間勤め上げた労働者にとって最後の報酬とも言えるものです。多くの人がこれを老後の資金計画に組み込んでおり、それが急に変更されるとなれば、生活設計そのものに影響が及びます。特に就職氷河期世代は、バブル崩壊後の経済不況の中でキャリア形成に苦労し、非正規雇用や低賃金に甘んじざるを得なかった経験があります。この世代にとって、退職金への課税強化は、これまで蓄えた少ない資産をさらに削られることを意味します。そのため、またしても搾取されるのかという強い不信感が広がっています。また、財務省が今回の課税見直しに関して掲げた活力ある長寿社会という言葉に対する反発も根強いです。このフレーズは、働く高齢者を前提とした社会を想定していますが、実際には年金の不足や高齢者の労働力への依存を税制でカバーしようとする意図が透けて見えると言われています。例えば、現行の年金制度は高齢者の生活を十分に支えきれず、多くの高齢者が働かざるを得ない状況にあります。この背景には、国の財政赤字や年金制度の見直しの遅れがあるにもかかわらず、それを個人の努力で補わせるような構図が問題視されています。さらに、退職金課税をめぐる議論は、単なる税制改正の枠を超えて、官業組織への不信感にもつながっています。特に注目されるのは、財務省自身の態度です。財務省は、退職金課税見直しを公平性の追求として正当化していますが、実際には官僚自身が受け取る高額な退職金やその優遇措置が批判の的となっています。一部の官僚や上級公務員が短期間の勤務で高額な退職金を繰り返し受け取る一方で、一般の労働者が長年の勤続の末に得る退職金が厳しく課税されるという状況が続けば、国民の怒りは収まりません。国民からは、自分たちの利益は守りながら、一般市民から搾取するだけだとの批判が上がっています。最後に、退職金課税見直しが引き起こす制度の信頼性の低下についてです。退職金をめぐる制度は、労働者の長期的な計画に基づいて設計されています。例えば、20年や30年といった長期間の勤務を想定して積み立ててきた企業年金や退職金制度が、突然の課税見直しによって減額されるとなれば、制度そのものへの信頼が損なわれます。
退職金を老後の重要な資金源と考える労働者にとって、こうした制度変更は後出しじゃんけんのように感じられるため、納得感を得るのは難しいでしょう。次は退職金課税見直しがもたらす社会的影響についてです。退職金課税の見直しは、社会全体に大きな波紋を広げています。政府や財務省は働き方の多様化に合わせた制度改正と説明していますが、その背景には複雑な社会的影響が潜んでいます。この議論は単に税制改正に止まらず、社会構造そのものに影響を及ぼす可能性をはらんでいます。特に長期勤続者と短期勤務者の間にある格差が顕著になり、世代間や労働形態ごとの対立を引き起こす要因にもなりかねません。まず、長期勤続者が直面する課題についてです。長期間同じ企業に勤め、退職金を得ることを前提に生活設計をしてきた人々にとって、今回の課税見直しは予期せぬ障害といえます。これまでの制度では、20年以上の勤務者が優遇措置を受けられる形になっていましたが、今回の見直しによってそのメリットが縮小する可能性があります。これは、特に中高年の労働者にとって大きな問題です。長年会社に尽くしてきた結果、退職金が課税強化されるとなれば、その努力が報われないと感じる人が多いでしょう。さらに、これが世代間の不公平感を助長する要因になるとの指摘もあります。次に、短期勤務者や転職を繰り返す働き方を選んだ人々への影響です。現在の働き方改革の流れの中で、転職を前提としたキャリアプランを描く人が増えています。しかし、退職金課税見直しの議論が進む中で、こうした短期勤務者への対応が不十分だという意見もあります。短期勤務者は、そもそも退職金制度の恩恵を受けにくい傾向にありますが、今回の改正が進めばさらにそのハードルが高くなる可能性があります。この状況は、労働市場の流動性を低下させるリスクをはらんでいます。多様なキャリア形成を推進すると書かれつつ、実際には新たな制約を設けているように見える点が問題視されています。また、地域格差の観点からも影響は無視できません。地方では、長期勤続が一般的な働き方であり、退職金制度が生活の基盤となっているケースが多く見られます。このような地域では、退職金課税の見直しによる影響が特に深刻です。都市部に比べて給与水準が低い地方では、退職金の重要性がより高く、課税強化は家計を直撃する可能性があります。一方で、都市部では転職を繰り返す労働者が増えていますが、こうした働き方が必ずしも経済的な安定につながっていないという現実も浮き彫りになっています。地域ごとの経済状況や雇用形態に合わせた柔軟な対応が求められる中、現行の一律的な課税見直しは問題が多いと言えるでしょう。さらに、退職金課税見直しが労働市場全体に与える影響も考えなければなりません。長期勤続者の待遇が悪化すれば、企業への忠誠心やコミットメントが低下し、結果として企業の生産性にも悪影響を及ぼす可能性があります。同じ企業に長く勤めるインセンティブが減ることで、人材の流動化が進むことは一見するとポジティブな側面もありますが、それが労働市場全体の安定を損なうリスクもあるのです。退職金制度は単なる労働者への報酬ではなく、企業と労働者の間の信頼関係を築く重要な要素でもあります。この制度を変更する際には、労働者だけでなく、企業に与える影響も慎重に考慮する必要があります。次は財務省と官僚組織の問題構造についてです。退職金課税見直しの議論は、財務省と官僚組織が抱える深い問題構造を浮き彫りにしました。財務省は、公平な税制改革を掲げていますが、その背後には長年にわたる官僚機構の利権や特権的な構造が見え隠れしています。特に、短期間で高額な退職金を受け取る上級官僚や一部の公務員の存在は、多くの国民の不満を増幅させています。財務省は、退職金課税見直しを必要とする理由として長年変更されていない制度の見直しを挙げています。しかし、このような主張の中で、自らが享受している特権についてはほとんど触れられていません。一部の上級官僚は短期間で高額な退職金を受け取ることが可能で、これが批判の対象となっています。官僚が政策を主導しながら、自分たちに有利な仕組みを温存しているのではないかという疑念が広がっています。この問題をさらに際立たせているのが、官僚と民間企業との癒着です。一部の上級公務員が退職後に民間企業に再就職し、高額の報酬や退職金を得る天下りの問題は、長年にわたって指摘されています。このような構造の中で、
退職金課税の見直しが進められると、多くの国民は結局は自分たちが負担を強いられるだけではないかと考えるのも無理はありません。また財務省の主導する税制改革には矛盾した政策が多く見受けられます。一例として、消費税増税の一方で大企業の法人税を減税し、さらには富裕層への優遇措置を続けていることが挙げられます。このような政策は財源確保を名目に国民の負担を増やしながら一部の層に有利な環境を提供していると批判されています。退職金課税見直しもこのような政策の延長線上にあると言えるでしょう。さらに官僚機構の中での意思決定プロセスにも問題があります。政策がどのように決定され実行されるのかについては透明性が欠如しています。特に財務省が発表する資料やデータが一部の都合に合わせて調整されているのではないかという疑念もあります。例えば退職金課税見直しに関する資料では、年金制度や高齢者の生活実態についての記述が非常に簡略化されており、真の課題を隠蔽しているようにも見えます。また官僚組織全体の特権意識も批判の的となっています。財務省に限らず中央官僚は多くの面で優遇されており、これが国民との乖離を生んでいます。例えば高額な退職金や手厚い年金制度に加え、天下り先での収入も保障されるという状況は一般の労働者にとっては到底理解しがたいものです。こうした構造が国民からの信頼を損なう原因となっています。さらに問題なのは官僚組織が抱える硬直的な文化です。財務省や他の省庁では古くからの慣習や規範が強固に根付いており、これが改革の妨げになっています。退職金課税見直しが一見改革として位置づけられている一方で、官僚自身の既得権益には手をつけないという姿勢がこの硬直性を如実に示しています。最後にこうした問題が国民に与える影響について考える必要があります。国民は税制改革において公平性が保たれることを期待していますが、現状では官僚機構の特権を守るための改革ではないかという不信感が広がっています。この不信感を払拭するためには、財務省や官僚組織が自らの特権を見直し、国民の視点に立った政策を進める必要があると言えます。最後は国民が望む税制改革の方向性についてです。退職金課税の見直しをめぐる議論は国民の間で税制改革全般への関心を高めています。このテーマをきっかけに、現在の税制の在り方やそれが国民の生活に与える影響について改めて考える動きが広がっています。特に負担が増える一方で恩恵が見えにくい制度に対する不満が大きく、国民はどのような税制であれば納得できるのかという根本的な問いに向き合っています。国民が望む税制改革の第一の方向性は透明性の向上です。税金の使い道が曖昧であったり、一部の層にだけ恩恵が偏るような状況では信頼を得ることは難しいでしょう。例えば退職金課税の見直しにおいては、公平を掲げながらも一部の特権階級が引き続き優遇されている点が問題視されています。このような不透明な制度設計に対して国民は強い不信感を抱いています。税金の使途を具体的かつ分かりやすく示し、全ての国民がその恩恵を実感できるような仕組みが必要です。次に負担と受益のバランスが取れた税制の実現が求められています。現在の税制では特定の層に過重な負担がかかっているという指摘が少なくありません。退職金課税の見直しも長期勤続者に対する負担が増加する可能性があり、それが公平性を欠いていると感じられています。特に高齢者や中小企業の従業員など生活基盤が退職金に依存している層にとっては課税強化は深刻な問題です。一方で短期勤務者や高所得者に対する優遇が続けば、ますます不満が高まるでしょう。国民が求めるのは誰もが納得できる形で税負担を分配する仕組みです。また持続可能性も重要なポイントです。短期的な財源確保に偏重するのではなく、長期的な視野に立った税制改革が求められています。例えば退職金課税の見直しが進められる一方で、少子高齢化による社会保障費の増加には十分な対応が取られていません。このままでは今後の世代にさらに重い負担を残す結果となりかねません。国民は次世代への配慮を欠いた政策ではなく、持続可能で安定した社会を実現するための税制改革を求めています。さらに国民が特に望んでいるのは支出削減への本格的な取り組みです。多くの国民は
税収を増やすばかりでなく、無駄な支出を削減することで財政の健全化を図るべきだと考えています。例えば、不要な外郭団体や重複した行政サービスを廃止することで、効率的な運営を実現することが求められています。また、国会議員や官僚組織における特権的な待遇を見直し、国民と同じ目線で負担を共有する姿勢が必要です。これらの取り組みが進まない限り、税制改革への信頼は得られないでしょう。最後に、税制が国民の生活を支える仕組みとして機能することが期待されています。現在の税制は、負担を強いる一方で、国民が実感できる形での支援や還元が乏しいとの指摘があります。退職金課税の見直しが進む中で、税収をどのように社会に還元するのかが問われています。例えば、医療や介護、教育など、生活に直結する分野への予算配分を拡充することで、国民が税金の価値を実感できるようにする必要があります。このような取り組みが進めば、税制への理解と協力が得られる可能性が高まるでしょう。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。今回の動画では、財務省が進める退職金課税見直しについてお伝えしました。働く世代、特に就職氷河期世代がどれだけ影響を受けるか、そしてそれが社会全体にどのような不公平感を広げるのか、多くの課題が浮き彫りになっています。このような税制改革が進められる背景には、一部の層が優遇される構造が隠されているのではないかという疑問が絶えません。皆さんは、退職金課税見直しについてどのようにお感じでしょうか。長年働いていた退職金にさらに課税する政策が本当に公平と言えるのか、私自身も非常に疑問を持っています。国民が期待するのは、負担と受益のバランスが取れた税制のはずです。しかし、今回の見直しがその理想に近づいているかといえば、むしろ逆方向に進んでいるように感じられます。さらに、政府や財務省が掲げる働き方の変化に対応した税制改革というフレーズについても、慎重に考えるべきです。確かに転職や短期雇用が増えている現状はありますが、それが退職金に重い税負担を課す理由になるでしょうか。また、官僚自身が享受する特権や優遇措置が温存されていることが、国民にとって納得のいかない部分であることは間違いありません。皆さんも、コメント欄でぜひご意見をお聞かせください。退職金課税見直しは必要なのか、財務省の説明に納得できるか、この政策が本当に国民のためになっているのかなど、多くの視点からの意見をお待ちしています。この議論は、私たち一人一人が声を上げることで初めて前進すると考えています。また、今回のテーマについて、特に気になる点があればそれも教えてください。例えば、働き方改革や官僚の既得権益、さらには他の税制改革に関することでも構いません。視聴者の皆さんのご意見を集め、それを次の動画作成に生かしたいと考えています。最後に、この退職金課税見直しが単なる税制改正ではなく、国民生活そのものを揺るがす問題であるという点を改めて強調したいと思います。この問題に対して、私たちがどのような姿勢で向き合うべきなのかを考えるきっかけになれば幸いです。ぜひチャンネル登録や高評価をお願いします。皆さんの応援が、さらなる情報提供や議論の場を広げる大きな力になります。次回も重要なトピックを取り上げてまいりますので、お楽しみに。それではまたお会いしましょう。